私はインコの太郎。メスなのに太郎って名前なの。子供の頃はどっちかよくわからなかったみたい。今日は近所のハロウィンにお呼ばれ。私の本当の声はこんな感じ。喋ってる。でも私こう見えて43歳、いいおばさんなのよ。私たち大型のインコやオウムはとっても長生き。30年から70年生きるのは普通、100歳って記録もあるぐらいなんだから。でも長生きの分、私たちペットの鳥は飼い主との悲しい別れを経験しているの。心に深い傷を負ってしまう仲間もたくさん。今日はそんな鳥たちの身の上話に耳を傾けて。私の家族を紹介するわ。お世話になっているのはここ富田家。この人が今のお世話係の吉典さん。吉典さんのおばあさんが私の初代お世話係だから、この人は3代目なのよ。吉典さんの妻の優子さん、そして一人娘の理香さん、そう4代目まで内定しているの。ねえねえ、長年私が居座って邪魔だと思ったことはなかった？当たり前だもんね。だって普通だと思ってます、うん、思ってるよね、うん、この夫婦やって20何年やってきたじゃん、うん、やっぱり太郎、うん、太郎はかすがいってやつかい？太郎はかすがい？うん、今から40年以上前、吉典さんのおばあさんが東京四ツ谷の小鳥屋にいた私を買ってきたの。このおばあさんはもう亡くなったんだけど、おーいって呼ぶ声は今でも覚えてるわ。私は、まあ、ひいおばあちゃんの声とか知らないんですけど、あ、こうやってひいおばあちゃんが祖母のこと呼んでたんだなとか思ったりすると、やっぱり歴史というか感じますよね。長い間生きてきたんだなっていうの。私は散歩が大好き。お気に入りの場所があるの。ここには鳥の仲間がいっぱいいるからね。埼玉県にある鳥村。飼い主の事情で手放されたペットの鳥たちが保護されているの。40種類150羽、みんな飼われていた時に特訓した人間の言葉を使っているの。聞いてみて。こんにちは。どうもこんにちは。あらら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 、むぞーい、むぞーい。今から鳥村一の芸達者を紹介するわ。シロちゃんっていうのよ。
飼い主のおじいさんが病気になって、シロちゃんは10年前に引き取られたの。はい、いこいこ。教えられた歌をこうやって毎日歌うシロちゃん。人間に愛された記憶は私たち忘れようったって忘れることができないの。クックちゃん、35歳のオス。得意なのはでんぐり返し。九州で一人暮らしの女性に飼われていたの。飼い主の女性は毎日起きてから寝るまでずっとクックちゃんに話しかけていたそう。女性は一昨年87歳で亡くなったの。私たちペットが人間を看取るって切ないわね。女性の遺影にクックちゃんは何度も飛びかかっていったそうなの。飼い主と一対一でずっと過ごしてきたクックちゃん。目の前の人に餌をプレゼントしてくれる。これも長年の習慣だったのね。お気持ちだけで結構です。はい、握手。そしてこの子ったら一度握手した手をなかなか離してくれないの。どの鳥も人のぬくもりを求めているみたい。鳥村には毎日見学の人がいっぱい。この人たちの中から新しい飼い主さんになってくれそうな人を私たち鳥が探しているのよ。眠いの。さっきから寝てるの。この施設を作った松本宗志さん、私たちの味方です。こんにちは。おう、こんにちは。いい子でか。パートポッポー。パートポッポー。上手だね。人に育てられた鳥は人という方がすごく安心だし、人間のことを群れだと思ってますから、その意味では人が新たに里親になった方がその鳥にとっても安心ということだと思うんですね。鳥村に関西から新入りが来たらしい。その新入り、なんと私と名前が一緒で太郎なの。こんにちは。太郎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 。顔も似てるって？太郎。どこが似てるのよ。私は横顔が緑だけど、新入りは黄色じゃない。こう見ると結構違うでしょ。太郎。太郎。反応が悪いわね。太郎。太郎ちゃん。なんだか元気ないわ。太郎。太郎。みかんいる？この子、ちっとも餌を食べないらしいの。スタッフさんも心配してるわよ。いらない？いる？酸っぱかった。酸っぱい？酸っぱい？酸っぱい？太郎くんが鳥村に来たのはこの夏のこと。日
瀕死の鳥を預かっているから引き取ってほしいという依頼が鳥村にあったの。お世話になります。すいません、なんかよろしくお願いします。どうもどうも。あ、すごいいいところに。それが太郎くん。あ、すごい、ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。いっぱいもらったの、美味しいの。最初は大阪の動物愛護団体に引き取られ、その後施設や病院を転々としてきたの。でもガンとして食べようとしない。あ、上手上手、上手だね、上手、上手上手。鳥は 2,3 日の絶食で命を落とすと言われているの。1日6回チューブで強制的に流動食を送り込まれて、かろうじて命をつないでいる。これはもう単なる食欲不振じゃないわね、太郎くん。具合の悪さはもちろん根底にあるんですけど、それだけじゃないのかなみたいな、気持ちの問題もちょっとあるんじゃないかなって思いますね。人間はもう手放すのは自分の勝手で手放すんで覚悟決めてますけど、鳥からしたらなんでっていうのがあるような気がするんですよね。一羽の鳥から生きる希望を奪うほどの人間との別れ。鳥と人間との間に何があったのか。太郎くんの元飼い主は関西に住んでいるらしい。もう直接こう鳥村の松本さんはその人に会いに行ったの。ここにチューブを入れて、でその佐久間恵美子さん75歳。7月に太郎くんを手放すまで50年間ずっと一緒に暮らしてきたそうなの。太郎ちゃんの写真を持ってきました。これを飾って、難かったから。この母ちゃんのところに太郎くんが来たのは昭和30年代。旦那さんが難波の商店街で当時6万円以上した太郎くんを買ってきたんだって。すごく愛嬌があってね、こう羽広げたり首をこうしてあげたりしてた、うん、突然しゃべり出してね、うん、何ヶ月かしゃべらなかったんですよね。だから突然しゃべり出して、んでもお父さんがちょっと出てくるわなって言った。気ぃつけてなってちゃんと言うの。ほんでね、歌謡曲歌う時はね、八代亜紀の何だったっけ、船歌ですか、夜の新宿、夜の新宿あれをこうしてこう言ってね、もうすっごい格好して歌うんですよ。母ちゃんが話しかけた歌や言葉を太郎くんはどんどん受け止めていったの。お互いのことが対等に分かり合える、そんな関係だったのね。だけど旦那さんが亡くなって母ちゃんと太郎くんの生活は一変。母ちゃんが大変な目に遭ったの。 DV にあってね、ちょっと同棲してた人に、はい、そしてあの家の玄関から全部潰されてね、はい、それでも警察でちょっともう避難した方がええ言う、その時に太郎が最初に喋ったのが、母ちゃん怖いよ、母ちゃん怖いよばっかり。ショックで心を病んでしまった母ちゃんは太郎くんを手放すしか方法がなかったらしい。太郎が、母ちゃんかわいそうね、母ちゃんかわいそうねって言ってくれた時に、ちょっとね、自分でもどう対処していいかわからなかったんですよね。まあ、元気になったらですね、ぜひうちの施設に
太郎ちゃん会いに来てください。いいですか。いいですよ。その時は太郎がご飯食べるようになった時ですけどね。なんかこれ見てたらここにおるみたいその後の太郎くん、あ、おいしいおいしい、ちゃん食べてね。鳥村で少しずつ餌を食べるようになってきたの。はい、おいしいよ。えい、やっと、やっ、えい、やっ、えい、やっ、えい、やっ。佐久間さんとしていたというラジオ体操も披露。太郎くん、その調子。元気になって、またいつか母ちゃんと会えたらいいね。いいよね。私もそれなりに長く生きてきたから、楽しいこと悲しいこといろいろあったわ。最後に私の大切な人を紹介するわね。はい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 はただ多いって多いって言うもんね。ね、やっぱし可愛いもんね。ね、お利口さんだね。お母さんの文子さんは私のことを30年以上もお世話してくれたの。若い頃は私にも発情期があって。骨が折れそうになるまでお母さんの指を噛んだこともあるわ。そうそう、町中に聞こえる声で泣きわめいた時はお母さん近所を頭を下げて回ってくれたっけ。ねえお母さん、こんな私だけど私と過ごした人生どうだった。タラは生きてよかった。お母さんありがとう。私には毛づくろいぐらいしかできないけど恩返しよ。なんですって、もう帰るの？まだ来たばかりじゃない。ちょっと何すんの。送っちゃえよ。お母さんと吉野さんだったらお母さんがですね。もう絶対お母ですね。はい、はい、じゃあばあちゃんバイバイね。またね。バイバイ、バイバイ、タロバイバイ、さようなら、さようなら、はいはいはい、じゃあね、はい。お互い長生きだとずっと一緒にはいられない、それは分かってる。はい、縁あって同じ屋根の下で暮らした。お互いを思いやる気持ちはいつまでも変わらない、そう私は信じてる。はい。